ルメ、加勢します。あら、こっちは大丈夫そうなのに心配性なのね、コンダクターさん。でも慎重なぐらいの方が信用できるわ。驚いた。即興とは思えない、いい式ね。あなたを見くびってたみたい。朝比奈拓人ですよ。あなたに感謝を、朝比奈拓人。おかげで随分楽だったわ。ボロボロだな。だが D2 は殲滅した。不穏検索にとびきりでかい反応があるむよ。まだ周辺に D2 がいるむ。何？え、どこどこ？なきゃヤバかったな。ヴァルキューレ、大丈夫？問題ない。それよりもこの D2 を。ふぅ、
ヴァルキューレを狙ってる。タクト。いや、待て、あそこ。貴様、どうして私を。理由もなく私を助けたというのか。朝日奈拓人、貴様が、貴様、本当に記憶が。お前の相手はこっちだ。無茶が過ぎますよ、タクト。そう言わないの、運命。男の子の振る舞いとしては100点満点よ。うん、お兄ちゃんかっこよかった。今度はキイちゃんたちが頑張る番だよ。コンダクターがこれだけ体張ったんだ。ムジカートも体張ってかないとな。タクト、行けますか。泣かせてください。わかりました。泣かせてください。泣かせてください。そこです。りょうんかいこっちよ。気持ちよく舞えたわね。完璧な勝利だね。でした、朝日奈拓人。お互い様ですよ。不穏検索反応なし。事故処理は僕にお任せむ。救護班、傷ついたムジカートの救護を要請するむ。都市計画課に通達。早急に破損箇所の補修整備。ワルキューレは特に損傷が大きく音階の乱れが激しいから担架お願いむ。
すみません、担架通ります。ワルキューレバイタル確認します。朝日奈拓人、私はまだ貴様のことを許していない。運命はそのままコンダクターをシンフォニカに送りつつ、周辺警護を頼むむ。はい。はい。このくらいの傷、問題ではありません。タクト、少し寄り道をしてもいいですか？あなたに見せたいものがあります。この服を着ていると無償にプレゼントを配りたくなります。希望を運び願いを叶える、そのための力です。